来たよこのマップ。メイルストールタンクファクトリーで読み方合ってんのかな。まあ今モダンやってる人って本当に好きでやってる人だから、結構名前とかもまあ大体マッチングする人は覚えるんだけど、やっぱみんな課金してるね結構キャラに。私は何買ったかな、あのモダン2のリマスター買ったのと、あと CX9 の中の雪みたいな、確かスコープマクタビッシュがついてるやつかな。あとあの MP7 今使ってる MP7 これも確かバンドルですね。なんか倒した時に敵がもうぐちゃって消えるんだけど、この3つだな確か。なんかあれ欲しいんだよね、 P90 のなんか16ビットのやつ、倒した時になんかブシューンって言うんだよね。あれこの前拾って撃ってみたけどなかなか気持ちいいんで、あれ使ってみたいんだけど、まあ P90 自体がそんなに強くないからな、悩ましいな。割とフリーフォーオールは勝つためにやってるところもあるんで、あんまね弱い武器は使いたくないのが本音なんだけど。ん？いた。お、マジか。お、マジか。そうだ。サイコフは、ちゃんと ADS しないとダメだ。はい、リベンジ。場所分かったらもう。しゃがまなかったらよかったね。さっきのレレレで、壁を使って調整する戦法が本当に強いんだよな、FPS。それはもうサドンアタックのことかな。やってたけど、奥、うわ遠距離きついな。やっぱり無理しない方が良かったね、位置バレしてんだし。このリスポーン一番怖い、なんかリスした瞬間にやられたりする。あ、今なんか光った。あ、上、やっぱ上いるよね。ん？見えない。あ、そっち？こっち？貫通ヘッドショット当たったんだあれ。上空に敵の UAV。 いた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 、ちょっと待って、ほらデッドサイレンス絶やしたくない。どこだ。あー、また上いるわこれ。これ上いるけどちょっと別ルートで。ん？あの上どうすっかな。必ずと言っていいほどいるんだよな。お？でまたここに離脱すると。上空に敵の UAV。だこっちにいたよな今。結構ね離れるとねもう見えないんだよな敵が。あの車線通ってるところスナイパーいるともう一方的にやられるからちょっとよくないっすね。この辺までがサブマシンガンの距離。ちょっと来ないんでちょっと動きますか。ちょっともう警戒して出てこないっすね。おお、しゃがんでレレレ打ちしてきた。またここにリスするしな、めんどくせえな。なんか音聞こえたんだけどね。今回あれだわ、あんまりアクティブな人がいないんでちょっとフルカウントいけるか見ようっすね。ん？撃たれた、撃た。フルカウント微妙です、これは。展開が遅すぎる。あ、いるいるいる。来た。結構こっちに湧くようになってきたな。残り半分か。残り秒数半分切って、これはちょっと絶望的だな。隙を見せたな。はい。あばよ。とどめの一撃入れていく。
巡航ミサイル撃った。どこだ。敵が緊急救援物資を要請した。緊急支援物資。フリーフォールで緊急支援物資ってすごいよな。ああ、物資を見つけることができんだったら行くんだけど、どこに落ちたか全然わかんない。あ、危な。あっち側行こうかな。おっと、どこから。いた。あ、もう一人いるね。どっから撃ってきてる。上かな。ちょっと渡るか。渡って、いた、見てる。おお、びっくりした。まあ、あの、もう至近距離って本当にこの武器が生きる時だから、ああいう至近距離でね、本当は 2,3 発ヘッドショットして倒すのが理想なんだけど。ちょっと今日そんなにエイムの調子良くないんで、まあ、首、胸ちょっと狙ってます。調子いい時はね、本当に顔だけ狙うようなエイムするんだけど、今日そんなんでもないんでね、胸エイムでいきます。まあ、レートが早いんでね、相手がよっぽど強くてショットガンもショバだったら本当に首意識しなきゃ勝てないんだけど、あんまそういうタイプの人が今回いないんで。なんか投げた、なんか投げたぞ。ちょっと他を打つか、こっから他を打ってみて。ちょうどいいのがいる。あいつを遠距離したら顔出してくるっしょ。ほら来た。心理戦。後ろ。なんか、あの、後ろに敵がいるなっていうのは勘でやってます。なんかリスイッチでだいたいね、あの、こっち側に倒すとこっち側に湧くんだよね。で、走ってきてるかなって距離感で、そろそろ後ろ見た方がいいかなと思って見たりして。もう一人いる。よし、熱い。これフルカウントいけるわ。これ2分半。リス位置から一定距離離れて、あえてリスさせて倒しに行くっていう立ち回りも大事なんで、それも意識してやってます。あ、奥側だな。また奥行った方がいいな。ちょっと私がずっとここで勝ってるとこっち寄りつかなくなるんで、ちょっと遠征した方がいいですね。うん、左にいるな。おっと、今いたよ。来た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 。クソエイムながらなんとか当てていく。で、デッサ溜まったら地上に降りて、だんだん攻撃をすると。あと一人。いた！奥いる、奥いる。ちょっとこの隙間から走り抜けて倒していく。いいね、片付いた。こんな感じっすね、最近は。まあ、モダン2出るまではフリーフォールをやり続けるような気がするんで、フリーフォール好きの皆さんはよかったら動画の方見ていってください。以上でした、ジジイ。